始まる。皆さんどうもこんにちは。今日は東京国際フォーラムで行われる森の仕事ガイダンスにお邪魔しています。ここでは森林の働き方から暮らしのことまで直接相談できます。皆さん林業って何をしているか知っていますか？その疑問をここで解決してしまいましょう。それでは行ってみましょう。レッツ林業。都道府県ブースの島根県にお邪魔してます。イエーイ。大きく代表的なものを分けると、はい、木を切ってね、で市場に出して売るというお仕事と、それから木を植えて育てて森を作っていく仕事と、まあ、大きく2つに分かれると思ってます、はい、ですけども、はい、まあ、世代を超えてその作業をですね、繋いでいくのが、まあ、林業という仕事の、まあ、面白いところですし、魅力だというふうに思ってますね。ゲストワーカーの方にインタビューをしていきたいと思っています。よろしくお願いします。林業ということで体力的にきついイメージがあるのですが、女性としてはどうでしょうか？私のやってることは木を倒すってよりかは木を植えたり草刈ったりっていうことが多いので、はいはいはい、正直その体力に心配は特にいらないと思いますね。林業は男性が多い中数少ない女性ということで、コミュニケーションの難しさはありますか？やっぱり男性から女性って結構声かけにくい、いろいろこの世の中的になんかかけにくいのかなっていうのが一つあって、だから逆に自分から、まあ、挨拶は絶対おはようございますとかお疲れ様ですとかもう必ずっていう一言があれば全然変わってくるので、相手の印象も、だからよく話しかけるようにはしてますね。一日の仕事の流れを教えてください。7時にお仕事スタートで山に向かって、で現場着いて8時からスタートして、それで10時に15分20分ぐらいの休憩一服を取って、であと11時半頃から1時頃までお昼休憩で、だいたい4時ちょっとてばもうお仕事は終わりで、そこからちょっと片付けで、あと下山してっていう感じになりますね。現在林業を始めようとする方はどんな方が多いんですか？最近ではやっぱりね、都会の方も多いですね。あ、そうなんですね。うん、もともと林業をやっぱりね、はい、林業というね、自然の中でやっぱり何か仕事をしたいという人がやっぱりですね、例えば学校の先生とか、はい、あとは警察官、そういう方もね、今いるんですよ。林業の良いところについて教えてください。他にない仕事で自然の中でやるので、非常にそのストレスがなかったりね、お弁当が美味しかったり、あと実際やってみてその達成感というのはやっぱりありますよね。そういう魅力はね、林業にはありますね。以上、森のお仕事ガイダンスにお邪魔してきました。各地でエリアガイダンスも行われていますので、皆さんぜひ足を運んでみてください。それでは皆さんまた今度お会いしましょう。